インサイド打ち上げました。センターへ打球伸びる。渡辺抑えてワンアウト。バッターボックスは8番石井。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ワンアウトランナーなし。さあ守護神石山がファイターズ打線の前に立ちはだかります。いいピッチャーですから、ある程度狙い球を絞っていった方がいいでしょうね。そうですね、簡単には打たせてくれない相手なんですが、なんとか意地を見せたい。際どいコース見送っています。次が3球目。いいストレートですよね。アウトローのストレート、空振りです。ワンボールツーストライクです。打ちました。取った。一塁送球します。ツーアウトになりました。9番バッター清水。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。最後のバッターとなってしまうんでしょうか。まあ月並みですけど、諦めたらそこで終わりですから、最後まで食らいついていってほしいですよね。はい、さあ意地を見せたい。次が2球目。インコース決まった。打ちました。エスコバー、これで3アウト。試合終了になりました。残念ながら日本ハムファイターズ敗れてしまいました。赤星さん、打線の奮起を期待したいところだったんですが、もう一息でしたね。そうですね、最後まで点差を縮めることができなかったのは残念でしたね。そうですね、次の戦いは打線の奮起に期待しましょう。勝ったヤクルトスワローズ、大きな今日は勝利になりました。一方のファイターズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはファイターズ敗れてしまいました。今日の解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで神宮球場から失礼いたします。